最初に日本共産党の参議院の武田良介議員から連帯の挨拶をいただきます。お願いします。ご利用の皆さん、ご通行の皆さん、こんにちは。ご紹介をいただきました日本共産党参議院議員の武田良介です。今日は明日から始まります通常国会に向けて、中心市民連合の皆さんとともに市民と野党の共闘で安倍政権を終わらせていこう、私たちの手で新しい政府を作って国民の手に政治を取り戻そうと、そのための街頭からの訴えをさせていただいております。現職の国会議員はどうやらこの場所では私だけになるようでありますけれども、四野党そして市民の皆さんとこの長野で力を合わせて政治を変えるため全力を尽くして頑張り抜きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。私たちの市民と野党の共闘は政治を変える力があると私はやっぱり思います。これまでの長野県下での選挙結果を見てもそうだと思うんです。2016年の参議院選挙に始まり総選挙、昨年の参議院選挙でも畑雄一郎統一候補を勝利させることができました。今衆議院でも参議院でも野党共闘で勝ち上がってきた国会議員の方がたくさんおられます。その結果昨年どうだったか、例えば英語の民間試験の導入の問題が国会で大問題になりましたけれども、野党が共同でこの問題を追及し、そのいい加減な中身を明らかにしていく中で、ついに文科省も大臣もこれを延期するという決定を下さざるを得なくなりました。全国から高校生の皆さんはじめ教育関係者の皆さんが声を上げていただいた、その力があったからこそ野党が国会での連携を強めて政治を動かした、とてもいい例だったのではないでしょうか。政治を変えることは必ずできる。皆さん、市民と野党の共闘で今年は政治変えていこうじゃないですか。実は私ども日本共産党は昨日まで静岡県の熱海市の方で党大会を開いておりました。ニュース報道などにもなっておりましたけれども、各野党の皆さんに党大会に来賓としてご出席いただき、ご挨拶いただきました。立憲民主党の安住衆議院議員は、こうした国会での野党の共同がこれから自然に野党の連合政権につながっていくことになると、こういうご挨拶いただきました。政策的な課題でその時々の国会対応だけ共同しているのではなくて、安倍政権を倒したら私たちの力で新しい政府を作るんだと、ここに今大きく共同が発展してきているということを私は皆さんに報告をしたいというふうに思います。日本共産党としてもこのことが大切だと一貫して訴えてまいりまして、立憲民主党の皆さんだけではなく国民民主党の皆さん、あるいは社会民主党の皆さん、れいわ新選組の皆さん、こういう皆さんとも私たち懇談を重ねて、新しく安倍政権を倒して政府を作っていこうと、大きな筋道としては基本的に合意をしてくることができました。民主主義、立憲主義、そして憲法の平和主義を回復していくこと、あるいは皆さんの国民の皆さんの貧困格差を是正していくこと、そして最後に多様性を尊重し個人の尊厳がしっかりと守られる社会を作っていこう、そういう政府を作っていこうということで大きく合意をすることができました。これ非常に当たり前のことのようなんですけれども、安倍政権がこういった基本的な大事にされるべき、社会的な理念、政治的理念を全部壊してきた政府ですから、これをしっかりと取り戻していく市民と野党の新しい政権を本当に作る必要があるというふうに思っております。先ほど又塚先生から、森友学園、加計学園、さらには桜を見る会の問題、
お話ありました。野党共同でやってると言うけれども、いまだに安倍政権続いてるじゃないかと、真相解明できてないじゃないかと、こう思いの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、私たちは引き続き、この問題、明日から始まります通常国会で徹底的に追及していきたいと思います。それはやっぱり、これらの問題は全部地続きの問題だと思うんです。安倍政権がここまで政治モラルを崩壊させて、国民の声は全く無視する。それどころか押し潰す。公文書まで改ざんをする。虚偽答弁をしても全く恥とも思わない。こんな政府そのままにしたら、これからの政治はどうなってしまうのか。それこそ独裁政治に道を開く、そういう結果になってしまうんじゃないのか。ここをしっかりと正さなければならない。そのためにも安倍政権を終わりにして新しい政府を作って、公開すべき公文書はしっかりと公開をしていく。真相の解明をしっかりと果たせる。立憲主義、民主主義、平和主義が取り戻せる、そういう政府をご一緒に作っていこうじゃないかと、心から呼びかけさせていただきたいと思います。貧困格差がこれだけ問題になっている時であります。私たち日本共産党も消費税が増税された昨年、本当に消費不況が深まったと、こういうふうに思っております。消費税を減税していくことも含めて、貧困格差の是正、これを大いに図っていきたい。いつも私たち選挙で訴えますけれども、持ってる人たちは持ってるんですから。大企業は内部留保もう450兆円蓄えてるわけですから、これを私たちの生活に回してもらう、こういうことができれば私たちの消費する力もついてくる、経済ももっと好循環になってくる、地域経済も元気になっていく、そういう社会を何としても作りたいというふうに思います。個人が本当に大切にされる、今国際社会でもジェンダー平等ということが言われるようになりました。全国各地で政治変えたいという皆さんがフラワーデモといって、性暴力許さない、そういう声を上げている、勇気ある行動が広がっています。先日も私ある議員と話しておりましたら、今の日本の国民は政治に関心ないんじゃないかと、そんなに不満持ってないんじゃないかと、こういうふうに言ってる議員さんもいらっしゃいましたが、私は違うと思います。多くの皆さんが今の私たちの暮らしは本当に大変で、なんとか政治が変われば良くなるんじゃないだろうか、気づき始めてるんじゃないかと思います。女性差別、性暴力、こういった問題はじめ、ジェンダーの平等、本当に大切にされる社会になってほしい。あるいはこれだけ暖冬の中で雪も降らず、気候変動がどうなってるのか、全国各地で市民の皆さんが声を上げている。日本でも大規模な抗議行動が起こるようになってきました。市民の皆さんが声を上げれば政治は変わる。私は本当に確信をしております。この国の主権者は私たち国民ですから、国民の行動で、選挙における一票一票の力で政治を変えることはできるんです。今年必ずあるであろう総選挙、長野県下一区から5区全てで勝利を勝ち取って、長野から安倍政権にさよならをと、そして市民の声がちゃんと届く野党連合政権、私たちもしっかりと担っていく、その決意を最後に表明させていただきまして、私日本共産党参議院議員武田良介からの連帯のご挨拶とさせていただきたいと思います。共に頑張りましょう。ありがとうございました。